帯広市役所からのお知らせです。はじめに令和5年度新エネルギー導入促進補助金太陽光発電システム導入資金貸付の募集についてご案内します。帯広市では家庭に新エネルギー機器等を導入する費用の一部を助成しているほか、太陽光発電システムを導入する人に貸付を斡旋しています。新エネルギー導入促進補助金の対象機器は太陽光発電システム、太陽光発電システムと同時設置する定置型蓄電池、木質ペレットストーブ、エコキュート、エコジョーズ、エコジョーズと同時設置するガスエンジン高ジェネレーションシステム、または家庭用燃料電池で併用も可能です。補助金の募集は来年1月31日水曜日までで先着順です。太陽光発電システム導入資金貸付は無利子の貸付を斡旋する制度で、貸付の募集は12月28日木曜日までで先着順です。詳しくは環境課電話 65-4135 へ問い合わせください。続いて緑と花のセンター大熊さんからのお話です。こんにちは。帯広市緑ヶ丘公園の管理事務所緑と花のセンターの大熊です。今回は5月20日土曜日に開催されるイベント緑ヶ丘公園新緑祭り2023についてお知らせします。緑ヶ丘公園新緑祭りは新緑の美しさを味わいつつ、公園やガーデニングに関わる人々の無病息災と安全を祈願するお祭りです。これまで緑と花のフェスタという名前で開催していたお祭りがリニューアルされて帰ってきました。緑ヶ丘公園新緑祭りでは花の苗などをお買い求めいただけるガーデニングのフリーマーケット、ガーデニングが初めての人でも花に触れることができる花植え体験、木の板を使ったネームプレートや木の実や枝を使った自由な作品を作ることができる木のものづくり体験、公園の美しい新緑を鳥の目線で味わうことができる高所作業車搭乗体験など、さまざまなアクティビティに参加することができます。毎年親子連れでにぎわうイベントです。緑ヶ丘公園新緑祭り2023は5月20日土曜日の9時から12時まで、帯広市緑ヶ丘公園緑と花のセンターで開催されます。美しい新緑を目いっぱい味わってください。皆様のご来場お待ちしております。詳しくは緑と花のセンターホームページをご覧いただくか、緑と花のセンター電話213172へお問い合わせください。最後に令和5年度要約筆記方針院養成講座受講生募集についてご案内します。要約筆記とは、聴覚障害者に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のことで、特に手話の習得が困難な中途失聴者、難聴者のためのコミュニケーション手段の一つです。人生の途中から聴力を失った方や難聴の方についての理解を広め、聴覚障害者の耳代わりとして書いて伝えるボランティア活動に興味がある方の応募をお待ちしています。期間は6月6日から7月25日の毎週火曜日午前10時から午後3時までの全8回です。場所はグリーンプラザで、参加費は無料です。申し込みは5月30日火曜日までに帯広市のホームページから、または電話で障害福祉課へ。詳しくは障害福祉課電話 65-4148 へ問い合わせください。帯広市役所からのお知らせでした。